おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。皆さんはビジネス英語をどのように習得されていますでしょうか。レッスンを受けられたり、ご自身で履修されたり、その他に何か取り組まれていることはあるでしょうか。ビジネス英語の習得で一番大変なのはやはり継続すること。継続するためにどのような方法、システムを採用されていますでしょうか。もちろんレッスンも週1回ですとか、あとは自分の学習決まった時間に、週1回行うっていうような形もありますし、いろんなことができます。ただしお仕事が忙しければそれがちょっとキャンセルしてしまったり、なかなか取り組めなかったり、そういうこともあります。ですので短期的に、見るのではなくて、長期的に1週間ではなくて、例えば2週間、1ヶ月、半年、そういった形で実際の目標を設定されて、その中でどういうふうに日々やっていくのか、この週はできなかったけれども、他の週でもう少し割り当てを増やしたり、ただしそれを自分の中で一人でコントロールするっていうのは大変難しい場合もあります。普段のお仕事がお忙しいですし、家族の時間とも、しっかり時間を取らなくてはいけない。ですので、そういったところを一緒にペースメーカーとして、また自分のパートナーとして配分したり考えたり、どういうふうにしていますかっていうことで定期的にチェックしてくれたり、そういった形で、英語のコーチングも、弊社はやっておりますので、レッスンも、とともに併用されても結構ですし、英語コーチングとしてそういった目標の設定から時間の分配、日頃のチェック、定期的な質問ですとか、あとはスキルの面、英語のスキルの面だけではなくて、マインドの、英語に使う時のマインドをこう変える必要がある方も、いらっしゃいますので、そういったところのチェックですとか、英語や自習、そういったものと合わせてある一定の外からの強制力といったら変ですけれども、自分をサポートしてくれる、味方、パートナーとして英語コーチングをご利用いただければと思います。英語コーチングは全国どこからでも、受講いただけますので、お気軽にまずお問い合わせいただければと思います。それでは失礼いたします。